又吉さん、もうゴリゴリサッカーやってきたじゃないですか。誰かに一番こう感情移入しちゃうとか、なんかこの5人の選手でいたんですか。これが、はい、なんか全員にポイントで感情移入できて、まずはやっぱ赤木の一人だけ真面目に練習してて、上級生から煙たがられてたみたいな、なるほど、あったじゃないですか、はい、あれやっぱ中学時代僕サッカー部で孤立してたんでそうだ、うん、なんかそこか、うん、あ、ここはグッときましたね。そうだ、全然違うタイプに見えて根っこちょっとありますもんね、又吉さんそこ、はい、があったり、はい、あとはそのあれワンオンワンっていうんですか、練習で1対1でずっと繰り返して練習するみたいな、はいはいはい、そのシーンでちょっと年上のね、はい、自分よりも年齢が上の人と1対1やって普通やったら勝てないですけど何回もやるみたいな、宮城、うん、はい、それもなんか自分も経験あって、うん、僕はね、なんかね、まあ、運も良かったんですけど、うん、同じ小学校、中学校に、うん、一つ年上にめちゃくちゃ上手い人がいたんですよ、うんうんうん、要は中2か中3の時にもう17歳以下の大阪選抜入ってたり、その後高校でも強豪校で、その僕の1個上の先輩も10番つけて、うんうんうん、その先輩のチームが全国選手権行ったんですけど、要は僕の1個上の代で選手権行ったチームの10番やから、うん、要は何やったら大阪に何人かおる一番うまい有名な選手が小学校から家めっちゃ近所で、その人とよく1対1をやったりしてたんです。で、そんな近くにいたんですね、うまい人が。そうなんですよ、はあ、地元にうまいやついっぱいいて、はあ、小学校もまあ大阪でベスト16とかのチームやったんで、まあまあ、そもそもか、まあ、大阪では結構サッカーが盛んな地域というか、うん、でもその人とずっと1対1やってもちろん勝てないんですけど、うん、ラッキーですよね。だってめっちゃうまいけどその人が一番うまいとは小学校の時点では思ってないわけじゃないですか。そうですよね、一番うまいぐらいうまいんちゃうかとは思ってたんですけど、うんうんうん、あ、やっぱ大阪選抜入るぐらいうまいんやとか、うん、あ、大阪で優勝するチームの10番やったんや、一番近い、一番一緒にサッカーやってた人が、うん、すごいね、それも漫画みたいな話ですねだったんで、うん、ほなね、末端ディフェンスやってっつって、うん、サッカーの1-1やるんですけど、うん、抜かれるんですよ。そりゃそうですよね、首振ってるんですよ、僕抜かれてんのに。どうしたんっつったら、調子悪いねんなっつって、あ、調子悪いのに俺抜かれてんねんみたいなだから、あ、これ例えば身体能力とか、うん、なんかテクニックの部分ではこの人に絶対勝たれへんって思って、うん、ほんなら自分の正しいプレースタイルが見つかるというか、うん、もうがむしゃらにやるしかないっていうのと、うん、あとは根性どんだけ、うん、足短いんやったらもう スライディングするとか、うん、なんかそういう、うん、ことを学ぶというか、自分よりレベル高い人とずっとやって、うん、勝てないなって勝ちたいなみたいなのを、あの時のその宮城の練習見てたらそういうことを思い出したり、うん、まあ、原作である三井は一回バスケを、はい、そうですね、から離れて、はい、ちょっとやんちゃな時期やって戻ってくるっていう。三井もやっぱりね、昔から僕はなんとなく、あ、その一回ケツまくりかけて、うん、でも戻ってくるみたいな、うんうん、
あの精神性が重なるんですよ自分と。うーん、僕も周り上手いのに自分下手やなと思って、サッカーボールも持ってないしスパイクも持ってなかったんで、うん、もう嫌やなと思って一回練習行かへんようになった時期が小学校の時あったん でワールドカップでマラドーナ見て戻ったんですけど、うん、やっぱサッカーは好きやみたいな。桜木花道の要素だけないかもしれない主人公のやっぱねめっちゃ好きなんですよ、はいはいはい、もう目離せないじゃないですか、うん、面白いし、うん、桜木花道がおることによってこのゲームの、うん、なんかこう設定が変わるというか、はい、そういう存在っているじゃないですか、うん、なんかムード持ってんなみたいな、うん、憧れるんですけどないかもしれないですね。そこはそうか、それは面白いな。ルカは楓はちょっとなんか要素はありそうですもんね。またですね、どうなんすかね。寡黙、まあちょっと寡黙なとこね、うん、一人で、あ、だから結構個人プレーに走るとこあるじゃないですか、うん、そこは僕 もう全然パス出さなかったんで超自己中だったんで。想像つくな、ドキドキ。はい、だいたい真ん中のポジションやるけどパス出さへんから端っこにどんどん追いやられていくんですけど、うん、でも個人技で行くタイプがパス出したらすごい有効なんですよね、うんうん、選択肢をだからパス持ってる人の方がドリブルもいけるじゃないですか、うんうん、パスあるかもしれんっていう構え方するから、ルカはパスないやろうでずっと仕掛けていって、うん、ある程度個人技でいけちゃうからすごいですよね。うん、僕はもう高校ぐらいになったら自然にもパスせなやりきれへんようになったんで必要に迫られて、はい、中学校ぐらいもですね一人でバーってやってたの。あ、そうですね、ある程度こう感情移入できるキャラクターが何人もそこにはいてってことですよね、うん、もちろん、まあ、今回の映画の描き方もそうなんですけど、うん、その三能、うん、もう最強軍団の三能が、うん、なんか別に敵じゃないというか、うん、なんか彼らには彼らのちゃんとドラマがあるんやろうなっていう、うん、こう奥行きを感じさせてくれるのが、うん、そこも好きでしたね、うん、なんか湘北のみんなそれぞれ物語持ってるじゃないですか、うん、で感情移入して見れると同時に、うんうん、いつも僕思っちゃうのが、うん、でも三能の方が練習きついんやろなって思うんですよ。はい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 、はい、だけど、うん、将軍の方が応援したいじゃないですか、うん、それはエリート完全エリート軍団、将軍 、うん、もうタレント揃いですけど、うん、完全エリート軍団を倒せるかどうかっていう視点で、うん、どうしても見たくなるじゃないですか、うん、だけどそこに至るまでの三能でやってる彼らも小学校中学校むちゃくちゃ練習したと思うんですよ。あで入ってからも三能内でのレギュラー争いがあるわけでしょ、はい、超ハイレベルな、ね、めっちゃ悔しい思いもしてどの高校よりも走って過酷なトレーニング耐えてあの場に立ってるからこそ最強軍団なわけで。そうか、又吉さんがだからサッカーが全国常連のチームにいたから、はい、ちょっと三能目線入るわけですね。そうですね、だから僕らの高校も割と大阪とかで言うとまあ三能もそうだったじゃないですか、部員が多いから応援団もしっかりしてるんですけど、うん、だけどギャラリーはうちの高校
が負けるのを期待してるみたいなのが結構あったりして感じるんですよ。要はうちが点取るより相手が点取った時の方が会場盛り上がったり、はいはいはい、その時にいつも思うんですよ、いや俺らめちゃくちゃしんどい練習してるんだよみたいな、なんか宝くじ当たってここおるんちゃうでみたいななんかめっちゃしんどいことして頑張って努力して歯食いしばって泣きながら練習してここにおるから、うん、その敵みたいにするのやめてよみたいな、なるほどっていうのはあったんですよ。あ、じゃああれですか、やっぱ三王がまあああいう結果で試合を終えるじゃないですか、なんかやっぱそれはそれでグッとくるもんがありましたし、いやもう脚本もやばかったですね、うん、なんていうんかな、勝つことと負けることの、 あの2つしかないっていう世界じゃなくて、うん、まあ、勝負事やしスポーツやから勝ち負けはあるんですけど、うん、その負けの中にちゃんと含みがあるというか、うん、これはどういう負けなのかとか、うん、その負けがもたらすものというか、うん、なんかそう、そこまで描けんねやみたいな、うん、うん、素晴らしかったですね。もともとスラムダンク好きで、まあ、ちょっと気持ち悪いかもしれないですけど、うん、僕彼らがインターハイに出てる、うん、時期ですね、だからまさにこの映画の、うん、映画であの試合をしてるあの、うん、湘北のバスケ部の湘北高校の、うん、吹奏楽部の話書いたことあるんです。それ言ってましたね。はい。前から言ってましたね。吹奏楽部の男の子の話を言ってた。それ。その子が入学してから、でその子は2年か3年の時にあのバスケ部全国行ったらしいぞっていうとこだけしか出てこないんですけど、でみんなでみんなは。あの応援しに行くんですけど、でも吹奏楽部のその彼はずっとトランペットを吹き続けてるっていう汗かきながら、又吉さんも勝手にあの話を、はい、もう続けていってた、想像してたってことですか、それです。あの話の続きというよりは、うん、あの話と同じ時間帯のバスケ部ではない吹奏楽部の話を考えてた。その吹奏楽部のその主人公の少年は吹奏楽部の1学年上の、はい、あだから3年生か1学年上の先輩と付き合ってたんです、はい、もう事実のように喋ってますね。で怖いんですけど、今1個上 の、はい、女性の先輩が卒業して大学に行っちゃって、うん、で自分も同じ大学に入るって言ってたんですけど、うんうん、だんだん連絡取れなくなって向こうは大学生としての、うん、まあ暮らしがあるから、うん、でその少年を頑張ってトランペット練習して、うん、その先輩が行った 大学も吹奏楽部強いんで、うん、でも連絡取れなくなってもう別れてしまってて、うん、で最後は2人で卒業式の時にタイムカプセルを1年後に一緒に開けようっつって入れててお互いの手紙見ないでねって言ってたやつをなんか一人で二人でまた開けるって言ったのに先輩とも連絡取れへんから一人で見たら先輩が書いてた手紙には1年後何々と一緒にあのいつまで一緒にこれを開けていつまでも一緒に入れますようにっていう、でもそれは叶わなかったっていう、でその彼はそこからプロ目指すっていう話を短い話なんですけどね、それが湘北高校の吹奏楽部言ってたな。なんかねやっぱりルカワとか、あまあ桜木花道もそうですけど、そうですね、赤木とか
すっごい大活躍じゃないですか、はい、鼻のあるめっちゃかっこいいじゃないですか、はい、その時の他の生徒って純粋にバスケをすごいっつって応援できる人と、うんうんうん、なんかそれに比べて俺はどうなんだって思ってしまう人物もおるんかなとか思って、うんうん、スラムダンクの中でもそういうの描かれるじゃないですか、うん、スターの選手がいて、はいはいはい、そこまでの才能はないけど努力でカバーしようとする選手がいてっていう、はい、そこもいいじゃないですか、うん、でさらにそれを広げていくと湘北高校にもいたんじゃないかっていう、でそれを想像させてくれるのはスラムダンクっていう物語がやっぱそういうところまでちゃんと描いてるからこそ想像できるというか、うん、うずもう1回ぐらい見に行くんですかね、あと2回ぐらい行くんじゃないですかねまだまだありそうですね。今度はバスケのユニフォームを着ていくからガラリングライブでもいいです。そうですね。